皆さんこんにちは。今回はこの福袋オーダーっていうのが今来てるので、これが提供割合っていうところを見ると星4が 20% って書いてあるんですよ。この 20% っていうのがどのくらい出やすいかっていうことについて今回はちょっと解説していこうかと思います。20% って5分の1のことなんですよ。5分の1って、まあ、計算すると1割る5で 0.2 なんで、で5分の1が5つ分あれば1になって、まあ、1って 100% のことなので、まあ、20% ですね、これ。で、そのうちの、この1つ分の当たり、これが 20% ですよってことですね。まあ、イメージ的には、こういう感じで、で、これ11連のうち、まあ、確定枠以外で、1回引くと、まあ、今これ、点を動かしてますけど、まあ、この点が、一回引くとこれ動くと思ってください。ランダムにこれブルルルトゥ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 みたいな感じで、これがあのランダムにこの点がここで止まったら外れみたいな。でブルルルって動いて、ブルルトゥ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 つって、これがあの当たる感じですね。当たるときは。実際にはこのオーダー引くときこの点は出ないので、この点は出ねえよーってツッコミが来ると思うんですけど、まあ、とにかくこの11連のうち1回1回が、まあ、20% ってこういう感じのイメージだよってことで、でまあ実際にはこの確定枠って2つ分なんですよ。星音スキルレコードが2枚確定なんですよね、今の福袋オーダーって。なので、まあ、これ1回11連ということで、まあ、この11回オーダーのうち2つ分が、まあ、確定枠で、残りの9連ですね。9連が、まあ、この 20% になるということで、まあ、実際にガチャ確率計算機で計算したんですけど、まあ、ネットであのガチャ確率計算機って入れてちょっと検索してみてください。で、一番上とか、まあ、一番上じゃなくてもいいんですけど、なんか出たやつサイト行って、で確率何パーセントのガチャを何回回した時に何個以上欲しいものが出るかっていうのが出ると思うんですよ。まあそこに、まあここ何パーセントっていうのを提供割合のパーセント入れて、まあ何回回したかっていうのをこの何連、まあ普通のガチャで言えば11連ですけど、まあ確定枠以外のやつが確率一緒なんで、まあ確定枠はもう 100% で出るところなんで、星4がね。で計算してみると星4が1個以上出る確率は 86.58% でしたね。あの9連した時、まあ、11回オーダーだから1回引いた分で、そのうちの9回分ですね。その中に1個以上星4があるのが 86.58% で、その11回オーダー2回回した時に、その確定枠以外の9連に星4が2個以上出る確率が 56.38% で、星4が3個以上出るのが 26.18% ガーって計算してって、まあ、この確率を見る限り、まあ、11回オーダーした時に、だいたい星音が、まあ、確定枠以外だと、まあ、1個か2個か3個ぐらいは出そうな感じがしますよね。まあ、4個以上出る確率が 8.56% なんで、だいたいですけど。まあ、最大でも、まあ、4個くらい、これ星音が5個以上出る確率が 1.96% なんで、ちょっとそこまでは出ないかなって感じですけど。なんとなくそんな感じですね。で、20% のガチャ、これ、福袋オーダーの確定枠以外の部分ですね。18連って書いてあるけど、まあ、さっき9連だったので、この11回オーダーを2回した時ですね。に、確定枠以外にその2回分で、どれくらい星音が出るかって、まあ、計算したけど、まあ、結局あれなんですよ。この11連した時に星音が2、3個出そうな感じだったと思うんですよ。まあ、2個か3個まで出る。くらいだったじゃないですか。ここら辺まで来るかなみたいな。だったので、まあ、22連したら当然、その2から3個出そうな感じの2倍なんで、4から6個出そうな感じみたいなイメージですけど、まあ、あくまで計算上それくらい出たら普通だよねみたいな
ほんとね、あくまで確率なので、出ないときはマジで出ない。1個しか出ないとか、2個しか出ないとか、まあ、1個も出ないとか、まあ、そういうのもあり得る話なんですよ、ガチャなんで。確定枠ではないので。まあ、なんとなく、その11連したら、まあ、星4が確定枠以外で2、3個出るから、確定枠と合わせると、まあ、4個か5個出るのかなって感じですよね。ただ、保証はできないですけど、最低でも2個は保証されると。まあ、最近やってる武器オーダー、この動画撮ってる時点では、星4確定なんですよ、毎回武器オーダーが。例えば、この、今やってる斧オーダーでは、2500ジェムで11回オーダーすると、星4が確定で1枚手に入るんですよ。確定枠が1枠あって、だからこれ2500ジェム使って星4が1枚確定と。で、さっきの福袋は確定枠2枚で5000ジェムだから、まあ2500ジェムで確定枠1つって言ったんですけど、さっきの武器オーダーが。5000ジェムで確定枠2つだから2500ジェムで確定枠1つを2回引いたのと同じくらいではあるんですけど、その確定枠の数で言えば。だから、その確定枠以外のこの 20% ってやつですよね。これでどれくらい出るかだと思うんですけど、星4の数だけ見れば。当たる星4の質はまあ別にして、まあどれが出るかお楽しみ袋って感じですけど、まあ武器オーダーよりは、まあ複数手に入りやすいっていう感じですよね。やっぱ一つ一つ 20% だから。でまあさっき言ったこの斧オーダーで言えば、普通のオーダーだと、この提供割合見てみればわかるんですけど、星4が 4% なんですよ。で、さっきの福袋 20% なので5倍当たりやすいんですよね。まあ武器オーダー以外も、例えばこれだったら、まあこれでもやっぱ 4% なんですよね。これの違いがすごく大きいですね。まあ最後に、まあどういう人が引いた方がいいのかって話で、まあおすすめは本当に始めたばかりで星4が全然ないみたいな、星4は10何枚とか、100枚以下、50枚以下とかしか持ってない人は、まあいいかもしんないですね。ワンチャンなんかいいスキル当たるかもしんない。なんか普段はピックアップされなくてなかなか手に入んないやつとかでも、たまたま当たったりもするので、そういう入手困難なやつとかたまたま当たったらすごく嬉しいと思うので、まあ一回引いてみてもいいかもしんないですね。あとはそのスキレコいっぱい持ってる人ですね。例えば2、300枚以上持ってる人とかは、なんか自分が持ってるやつと被ったらマジで萎えるので、まあそういう人はさらなる強さを求めて、その今自分に一番必要だと感じた効果を持つそのスキルレコードがピックアップされた時に、まあそれ例えばステップ5まであるやつとかね、一気に引き切るとかがいいんじゃないでしょうか。まあ今これはステップ5まで来てるけど、これステップ5まで行くと確定枠でこの4つのうちのどれかが当たるんですよ。まあこれがいかに当たりやすいかっていう話ですよね。ピンポイントで狙うならこういうステップ5まで引いて、新星4スキルレコード1枚確定ってやつを狙うのが一番いいですね。以上で福袋の当たりやすさについての解説を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。